ごめん、誰かのピック越っちゃった。あ、石田さんはマイクと椅子がいるね。素晴らしい。ということで、ちょっと準備のお手伝いをよろしくお願いします。その間にね、もう一遍ね、はい、今日ねもうカメラに入ってないでしょ。はい、今日はね、募金ライブとなっております。はい、いつも恒例のね、第14回保護猫カフェのね、保護猫支援募金ライブとなっておりますのでね、ぜひね、ぜひね、通りすがりのね、皆さんもね、ちょっとでも興味ありがとうございます。ゆうさん、ありがとうございます。はい、興味のある方はね、入れていっていただけるとありがたいと思います。今日の寄付のお金はね、すべて西尾市平坂町の空町カフェ、保護猫カフェ猫町さんというね、猫カフェの方に寄付させていただいております。こちらね、実はね、運営とてもね大変でしてね、スタッフ少ない中ね、本当に町中のね猫を保護しまして、一生懸命可愛がっていただいて、こちらの猫ね、本当にね、人によく懐いてるんですよね。カスさん横向いちゃってるけどね、カスさんも言ってくれたんですよね。本当にね、外の猫だったっていうぐらいね、本当に可愛い猫になってますよね。みんなすごくおとなしくてね、やっぱりね、面倒見てくれてるね方の、誠意がね、猫ちゃんに伝わってるんだと思います。私も一番最初行った時ね、これ飼い猫なんじゃないかと思ってびっくりしたんです。でね、ママさんたちのね、本当に猫に対するね愛情が本当に伝わってきまして、これで、でも結構夜中でもね、何かあるとね、世話しなきゃいけないということで、人工的にも大変なんですけれどね、本当に昼夜問わずね、病院に走ったりね、検査したり、ちょっと調子の悪い子の子を見たりね、ミルクをあげたり、本当に一日大変で、私なんかね、少し本当に何ヶ月かだけをこの子育てただけでね、これはちょっと続けられるかなっていうぐらいのね、重労働でございます。なのでね、少しそういうところでね、助けられたらなと思って活動しております。TNR の方もね、保護して、去勢をして元に戻す。こちらの方のね、活動の方もね、同時にね、進行していきたいと思っておりますのでね、また皆さんのご協力の方よろしくお願いします。はい、あとね、気になってたのはね、猫ね、無理にね、回収するっていうのをね、ちょっと一度考えていただいて、何でもいいからね、この子を連れてこればいいって、そういうことじゃないんですよ。この子にもね、やっぱり母猫がいますので、まだね、おっぱい飲んでるうちはね、お母さんに任せた方がいい場合もね、結構あります。お母さんもね、やっぱり急に子猫取り上げられちゃって、私の子猫誘拐されちゃったって探すんですよ。で、子猫ちゃん、親がいないからって、パッと持ってくるんじゃなくて、やっぱり親が帰ってこないかどうか少し確認していただいて、親が見放しちゃったっていう猫に関しては、ちょっと連れてきていただいてもいいんですけれども、親が戻ってきたときに、子猫がいないとね、親猫とてもね、悲しがりますので、一度、もしそうだったときは、いるんですけどっていうふうに相談していただけたらと思います。もうね、人間が触っちゃうとね、親猫戻ってこなくなっちゃう可能性もありますので、見つけたらすぐに触るんでなくて、一度こちらのね、空町さんで、空町でもね、すぐに Facebook で見つけられます。キャットグラマーでもね、私の方をね、見つけられますので、ちょっと一方ご連絡いただいて、こういう猫見つけたんですけど、どうでしょうって一声かけていただいてから、手を出していただけるとね、引っかいた時にね、猫の菌も結構大変なことになることもありますので、命に関わったりね、過食になったりしても困りますのでね、この子だと思って暗黙を見ないように、はい、保護する時はぜひ気をつけてよろしくお願いいたします。ということで、石田さん準備 OK かな。